こんにちは。トータルイマージョンの竹内真二です。これから TI スイムと従来の水泳の練習法の違いについてご説明します。まず共通点について見てみましょう。水の抵抗は空気の840倍もあるので、水泳で最も大切なのは抵抗の少ない姿勢です。そして水中を横になって動くので、姿勢を安定させることも大切です。その上で推進力を作って前に進みます。また、長く泳ぐにはリラックスすることが欠かせません。このように TI スイムも従来の練習法も目指す点については同じです。ただ、アプローチが大きく異なるのです。最初にクロールの基本となる姿勢について考えましょう。従来の練習法では、このような姿勢を作ってから壁を蹴って進む、いわゆる蹴伸びが基本です。ただし、見てわかるように、これは普通のこのクロールの泳ぎ方の時の姿勢とは違いますね。この姿勢からどうやってクロールにつなげるのかが初心者にはわかりにくいんです。そのため、中央を越えて入水する、こういうクロス入水、それから体の回しすぎ、あるいは手の回しすぎと、こういう問題が発生しやすくなります。一方、TI スイムではこのように側を作って片手を伸ばしたスケーティングというこの姿勢を基本にします。クロールを泳ぐときには、この抵抗の少ない姿勢、このスケーティングの姿勢を左右で切り替えて泳ぎます。クロールの動作を一部にしているので、わかりやすいですね。それでは、スケーティングについて見てみましょう。前後にバランスの取れた抵抗の少ない姿勢です。クロールを泳ぐときは、このように右手を伸ばしたスケーティングの姿勢から、左手を伸ばしたスケーティングの姿勢に切り替えます。